宇どのの吉原とは、大阪二日月市宇どのから関脇に広がる、淀川ガ岸河川敷の吉原のこと。大阪緑の百選、関西自然に親しむ風景百選、美しい日本の歩きたくなる道五百選にも選定されている。宇どのの吉原は、宇治川、桂川、木津川が合流し、淀川となる合流地点から 5km ほど下った淀川ガ岸に、ある、 広さ約75ヘクタール、長さ2.5キロメートルと、淀川流域でも、最大の吉野の群生地であり、野鳥や動植物の貴重な生息地ともなっている。昔から多くの歌人に読まれていて、キツラユキの土佐日記にも記述があり、谷崎純一郎のアシカリの舞台が、ウドノの吉原とも言われている。このウドノに生える吉は、 高さが3メートルほどの大型のヨシで太く、弾力性があり、古くから雅楽の七域の足タとして使用されており、1945年頃までは毎年100本ずつ宮内町に献上されていた。今でも宮内町楽部で使われている足タは、すべて宇ドノさんのヨシで作られている。顕微鏡で観察すると、宇ドノのヨシは他のものより繊維の密度が高いため、 音色が独特である。宇どの一帯は、奈良時代には、都の牧場として使用されていた。宇どのの地名については、紀元前88年に起きた、竹萩やス農王の乱以後、敗軍の将兵が追い詰められ、淀川に落ちるのように浮いたので、一帯を、宇川と呼ぶようになったと、古事記に書かれており、平安時代に宇川の辺に作られた宿を、宇どのと呼び、それが、 土地の名になったと言われている。935年には、きつらゆきが土佐から帰郷する折、宇ど野というところに泊まるという記述がある。江戸時代には、宇と屋という文字での記述も見られる。1930年に、平方大橋が開通するまでは、対岸との交通は、渡し船が唯一の交通機関であり、宇ど野には、宇う野の渡しという渡し場があった。 宇どのの吉は良質なことで知られ、特に画学で用いられる楽器、七力の吹き口として陳調され、貢ぎ物として献上されていると、説明書図絵にも記されている。その他、江戸時代には、吉で編んだ吉図が、盛んに生産され、1950から60年までは、吉図、すだれ、寒天すだれ、建築資材などの材料として使用されていた。宇どのの吉しは、 動植物が多くいる大型の湿地であったが、1971年に始まった淀川回収事業によって、吉原の面積が減少し、外来種が侵入するなど淀川の生物群が危機に直面した。淀川下流域の治水工事により、淀川上流の水位が下がり、過去には年に34回冠水していた吉原だったが、1984年を、 最後に冠水することがなくなり、地下水低下や高水式の冠水頻度の減少による、管理化によって、吉原の減少は進み、1940から50年には180ヘクタール程度あった日型が、1998年には50ヘクタール程度までに減少した。1997年に河川法が改定され、その目的に治水。 立水に加え環境が含まれ、生態系の保全が法律的に義務付けられたことにより、1996年に河川敷の上流部に用水ポンプが設置、導水路の開設が行われ、吉原の面積が甲子園球場の18個分まで広がるなど、一定の成果が現れている。宇都のの吉原焼き。写真奥は、淀川対岸の平方市方面。宇どでは、 毎年2月頃に、吉原の保全と、外装、外中の駆除、不慮の火災防止等を目的に、野焼きが行われている。これは、昭和20年代より続けられている。それ以前は、吉の他に、屋根吹きや燃料の需要のある扇義までも、ほとんど刈り取られていた。この、吉原焼きは、1970年から5年間中断した。その結果、 吉原は雑草などに占拠され、吉の品質が低下し、絶滅の危機に陥った。このことから1975年に、うどのの吉原焼きが復活した。野焼きの面積は、寒巻から道内町までの約30ヘクタール。毎年行われている野焼きだが、2001年には、対岸の平方市側住民からの荒廃に関する苦情により中止されている。 以後、野焼き面積を減らしたり、ヨシを刈り倒した後に着火するなど、火力を弱める工夫をしているが、近年は中止の危機を迎えている。環境省が公表している、レッドリストで、絶滅危惧アイエールに指定されているトネハナヤスリが、確認されている。新名神高速道路の京都府や幡市を大阪府、高槻市間、約10キロメートルのルートがこのヨシの上を通る。 形で計画されている。この区間の建設計画は抜本的見直し区間、当面着工しない区間として一旦凍結されていたが、2012年4月20日に国土交通大臣の事業許可が下りた。この道路計画が吉原をよぎるルートに当たるため、関係者が西武座、うどの吉原雅楽を未来へつなぐというプロジェクトを結成し、署名活動を始めている。 2012年11月19日には、科学創者の陶器秀樹が、国土交通省大臣に面会し、保護を訴えている。事業者である西日本高速道路株式会社では、科学で使用される良質な良し生育環境の保全と、新名神高速道路事業の両立を図るために、専門家などから必要な調査、検討について、指導、助言を得ることを目的とし、 宇どの吉原の環境保全に向けた検討会を設置して、定期的に検討会を開催している。百人一種が有1 6ヨド川両岸一覧信号、志向宇どのが舞台となった作品、高速道路建設で淀川、宇どのの吉原がピンチ、スーパーニュースアンカー宇どのの吉原とは高松自動車道、長崎自動車道4車線か。 新名神高速道路等の事業許可について、平成24年4月20日ニュースリリース、西日本高速道路株式会社画学存続ピンチ、七力用吉原真上に高速道建設へ、東京新聞2012年8月5日、長官僕の音がなくなる。画学の危機、当議秀樹オフィシャルブログ宇どのの足原について、大臣と対談しました。 当議秀樹オフィシャルブログ宇どの吉原の環境保全について西日本高速道路ホームページ新名神高速道路に関連するリンクありがとうございます。